モーデグリーブ、1928モード・グリーブは、イギリスのハーブ研究家である。1931年の著書、イモダンハーバルの著者として知られる。ロンドンで生まれた。1885年に紙工場を営む一族のウィリアムグリーブと結婚し、夫の仕事でインドに滞在した。夫のいとこに、博物学者、考古学者のサイミントン・グリーブがいる。 1900年代に、夫が仕事を辞め引退し、バッキンガムシャーの屋敷に住み、庭園で、ハーブの栽培をはじめ、ザ・ウィンズ・メディシナルコマーシャル、ハーブスクールファームを設立した。第一次世界大戦によって、医薬品が不足し、代替医療のためのハーブの需要が高まると、パンフレットを作り、ハーブの栽培法、分け替いの知識を広め、趣旨を販売した。 Society of Elves と、後にハーブソサイティの設立者、ヒルダ・ライエルとの協力によって1931年にイモダン・ハーバルは出版されたが、その後、グリーブとライエルの協力関係は途絶えた。イモダン・ハーバルは、世界の包括的なハーブの有用性や、栽培法、民間伝承が含まれており、グリーブの著作に、ライエルが、アメリカのハーブを追加し、ライエルが編集した。 他に、香料植物に関する著書、カリナリーハーブスコンディメンツ、アンドローゼズポットプーリー、プランツオブスイートセント、アンドゼアーエンプロイメントインパフュームがある。ブリティッシュギルド・オブ・ハーブ・グロワリーズの会長を務め、ブリティッシュサイエンス・ギルドのフェローを務めた。ありがとうございます。